こんにちは、柴田です。今回はギブソン SG デラックスのレビューです。スリーピックアップにビグスビーというふうな感じで、なかなかいかつい仕様になっております。色もね、ギブソンではね珍しいカラーなんじゃないかなと。この3発のピックアップは全て57クラシックというですね、なかなか豪華仕様になってますよ。ビグスビーが乗っかってますけど、 SG ということでですね、総重量は 3.5kg、 全然重くないです。見た目からね、結構ねレア感が漂っている。これバインディングがあるんですよね。で、インレイもね珍しい形なんですけれども、このギターで一番驚く点というのがですね、このトグルスイッチセレクターですね。見た感じ普通ですよね。ごくごく普通のトグルスイッチなんですけれども、これねくるくる回るんですよ。このギターはなんとここがですね、センターピックアップのボリュームなんですよ。最初千葉管楽器のマイスターに言われた時に全く意味が分かんなくて、このスイッチがボリュームなんですよと触って初めて分かりました。確かにこれなんかコントロールできるなという風な感じの、トグルスイッチとはちょっと違うなんか重量感、重さがあるんですよね。なので3ピックアップなんですけれども、ここはね SG と同じでボリューム、リアボリューム、フロントボリューム、リアトーン、フロントトーンと通常通りになっていて、ここがねセンターのピックアップのボリューム、なかなか面白い仕様ですよね。早速鳴らしていきましょう。じゃあ生音、割とこう重厚感がある、張りがあるというか硬い感じの音ですね。テンションもねまあまあきつい感じですね。ではリア鳴らしていきます。うん、しっかり芯があってね、硬い重厚感がある。でセンターポジション、これセレクターはセンターのポジションですけれども、鳴っているのはリアとフロント、そうなんです。でここを回すことによってセンターが入ってくる。これ今3つ鳴ってます。で絞るとリアとフロントのみ。これはねリアポジションにしていてもそうで、これね今リアのみ、これ回すとかなり太くなりましたよね。今センターも入ってきてると。リアだけにしてましたね。でセンターも入れる、こういう風な感じなんですよ。なのでフロントも絞ってフロントポジションにすると、フロントだけなんですけれども、これ回すとリアじゃなくてセンターも入ってくるんで、絞ります。太くなると。リアにセンターを足したり、フロントにセンターを足したり、もしくはリアとフロントが鳴ってるところにセンターを足したり、そういった感じの仕様になっております。歪ましてみましょうかね。じゃあリアだけです。だからね、このジュワーっとした感じ、
ムーディーな雰囲気もあるし SG らしさもあるというところでね、見た目はいかついけど結構ね幅広いジャンルでいけるかなというところですね。ただ通常の SG ほどのこのトゲトゲ感みたいなものはないんで、そこを求める人にはちょっと合ってないかなと。重厚なロックだったりとか、あとねジャズとかブルースもね全然ねいいですね。フロントというふうな感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ結構ね珍しいものなんで、今千葉管楽器にあるんで、ぜひぜひ試奏しに試しに来てみてはいかがでしょうか。なかなか新しい体験というか経験ができるんじゃないかと思います。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。